はい、皆さん、言いたい放題チャンネルの時間でございます。言いたい放題、はい、みゆちゃんってなんかこの野郎って言いたい放題のことある？なんかと言われても浮かばない。なかなか出ないでしょ。ありすぎると出てこないんだよね、なかなかね。案外で、うん、そう話題になるとね、そうだよ、うん、この野郎とか。でもやっぱ私ね、池上彰のミーティー。ああ、そうね、この間言ったけどね、池上ミーティーね、本当ね、あれも困ったもんで、うん、あの要するに、まあ、あのマスコミが出してる情報っていうのとかいろんなものがあってね、これ明日ね、あの電気自動車とか水素自動車の話をするんだけど、うん、はい、今日の中でね、俺すごく言いたいのっていうのは、お医者さんの診断、あとね、治療のこととか、これね、言いたい方が言いたいんじゃない、うん、で、あの例えばさ、あのお医者さんに行くでしょ、そうすると半分以上は更新なんだよ、半分以上は間違った診断される。お医者さんって別に100点満点の人ではないから、ね、分かんないね、人の体でしょ。だからどうやってお医者さんが病気見つけたっていう時に、まあちょっとその前に行きますね、はい、それでは言いたい放題チャンネル、半分以上更新か、それだと思う、かなりの確率のね、うん、だから結局俺の体験から言っちゃうと、お医者さんがね、例えばさ、なんかお腹が痛い、ね、お腹が痛い時に医者行くでしょ、うん、まず太ってたんですよ、その時、うん、エコー見たらエコーで見えない、あ、胃潰瘍ですねって最初言われる、胃潰瘍胃潰瘍だよ、で胃カメラ飲まされたんだよ。いや、まあ、ちょっと荒れてる可能性ありますけど、荒れてる可能性、うん、なんでもないんで、そのうちにおかしいなって言ったらね、神経性胃炎だったんですよ。なんだそれ、うん、で、うん、神経性胃炎って俺でも神経性胃炎なんかなるの？そしたら、あのとにかくさ、お医者さんたまにね、すぐに言うんだけど、うん、いや、なる人もいるんですよ、俺なる人じゃないと思ったんだけど、で、まだ痛みが止まるんですよ。そしたらね、今度ね、胃腸外科の専門のとこ行ったらさ、あなたはね、膵炎だって、膵臓炎、あ、膵臓炎かって、原因分かってよかったなと思って、親がびっくりしちゃって、お前なって、うちの血が膵炎になったら、一生大変なことになるぞって、うん、で、膵炎じゃなかったんだよ、結局、胆石なんだよ、うん、で、胆石は誰も言わなかった、最後まで。でね、自分で、うん、いや、もうこれね、ちょっと先に言いたいんだけど、うん、あのマリックの3かなんかの古い映画、あのやつをね、うん、労働者で見たときに痛くなったの。うん、それで俺はその医学書を横に置きながら、うん、あの昔で家庭の医学みたいな分厚い、うん、あの辞書のおまけについてくるやつなんだけど、それなんかね、体をね横にしたりとかね、あれに先生痛みを研究したらどう見ても胆石なんだ。へー、そうなのか。どう、そう、痛む、どうやったら痛みが楽になるかとか、へー、これでジャンプしてあの石が動くと痛くなくなるとかさ、そこにちゃんとあるのに、うん、もう関わらずお医者さんは知らない、わかんない、不思議だね。だから要するにさ、あの安い機械だとあのエコーだと見れないから、それでね、あの米倉先生っていう先生に相談したんだ、うん、ね、そうしたら米倉先生が、あんたが言うんだからそれは正しいんじゃないかと思う。すごい先生、すごいので、どうしたらいいですかって言ったらね、エコーでは見えない可能性があるから、うちにもレントゲンあるんだけど、うちのレントゲン古くてさ、動くかどうか分かんないって先生言ってて、現像したずっとしてねえから、ね、現像腐ってんじゃねえかとか言って、うん、で、あの都立広病院で CT 取ってもらえてたわけ、うん、で行ったわけ、うん、で外科の先生に会って、じゃあエコー取るよ、エコーだって見えないと思うんですよ、CT 弾ははっきりするからと。そしたら、いや、うちのエコーいいエコーだからねって、CT だってね、刻みの中入っても取れねえんだよ、うん、って言うから、いや、そうですか、でも CT 予約したんだから取ってくださいって言って、うん、何日か後に取ったんだ、うん、ね、痛みが取れなくて。このまでにね、そう、都立広病に行ったり、いろんなとこ行ったら、まあ、うん、ひどい時なんかさ、日赤病院で、プスコパン効かないのに、プスコパンをさ、ずっとさ、5時間投与されたりとか。うん、いろんなことされてるわけ。文句言ったってぶっちぎって出てきたことも何度もあるわけ、井上病院とかで。で、その中でね、あの次って柳田さん、出ましたよ、出ましたよ、胆石が。自分の手柄のように言う。ね、俺が胆石だ、最初って、あんた違うって言ったんだろ、うん、読みたいって言ったでしょ。うん、それで、じゃあいつ切りますかって言うから、いや、ちょっと待てよと。手柄のように。俺、切るなんて一言も言ってねえじゃないかとね。ね、うん。要するに、切る以外の方法が、こういうのがあって、こういうのでっていうふうに言ったら、そ、うん、したらさ、いや、うちは外科だからね、これが医者なんだよ。ね、あのみんないいお医者さんっていうのはいるかもしれないけど、いるかもしれないけど、なかなかいねえんだよ。そうね、本当に数少ないと思うね、うん、やっぱりほら、人愛の先生とかさ、そうそうそう、米倉先生とか、うん、本当にいいお医者さんもいるんだけど、出会うのが大変ね。だからね、いいお医者さんがいてさ、うん、ある医者の友達がいて、その時マジックやったね、うん、それに、この先生こういい先生だって言ったら、いや、そういうのは無理なんだよ、薬出したりとかそういうやつは無理だって、自分がろくでもなくてインフルエンザも分かんないんですよ。で、インフルエンザでさ、あるクリニックに行った時あるんだ、うん、その時に、その何だったかな、新宿クリニックだっけな、行った時に先生マスクして5号やったの、うん、で、どうですか、僕インフルエンザ、いや、あんたね、川崎ぜんそくです川崎ぜんそく
こういうもんなんだ。何それか。だから医学には医学で突っ込まないと分かってこない。だからみゆちゃんがお友達がさ、今病気になって肺炎ね、うん、起こしてどうのこうのったら喘息だとされちゃったんでしょ、一応。言われたね。だけどそれもあのちゃんと聞いても話してくれないんだよね。でみゆちゃんが調べたやつを全部紙に書いて、うん、移してこういう病気じゃないのって聞いて、うん、初めてそれで病名を教えて。そうだから、お医者さんってのは患者をバカにしてることが多い、うんうん、だからねこれ問題だったな、うんうん、でまあ、とにかくね、どんな病気でもそう、糖尿病でも何でもそう、うん、ちゃんと原因を調べたら、やっぱりさ、自分なりの対処が絶対できるはずだから、うん、それと同時、医者は鏡、相談相手、自分の考えてる医療とかそういうものとか、問診をどうやって移るかっていうふうにやるべき、うん、で薬を出すけど、うん、だからね、薬の出し方なんか見てても、お医者さんで、薬をよく出さないのがいい医者だっていうのはさ、お前、祈って治るんかよ。そうだよね、お祈りして出すかさ、ね、注射するかなんかしかさ治らねえじゃんか。お薬土参りってもそうそう自然治癒なんか待ってたら医者じゃねえだろうってのね。あとね、妙に外科がねすごいのはさ、抗がん剤とかそういうものを否定するの。あ、そう、抗がん剤とね、あと丸山ワクチンとかさ、あ、ね、丸山ワクチンだから中山ワクチンだよね、丸山ワクチンを、ね、否定するんだよね。あれやられちゃったら、ね、外科が終わっちゃう。外科が一番お金かかって一番大変なんだ、歯医者と同じで。だから要するに歯が悪くなってくんないと歯医者は潰れてるの、どんどん潰れてるのね、うん、と同じね。だから医者も今大変な話で、うん、だから動物医者ってあるでしょ、今最近家計学園のさ、獣医ね、あれだってペットやってるやつは高いから取れるんで、うちのなんとかちゃんがかわいそうに丸チーズがって言ってるところがたくさん取れるわけ、うん、だけど牛とか馬とかさ、そういう家畜の場合は、ね、そんな取る、まあ、それも取るんだけど、うん、それで殺したら大変なことになるじゃん、うんうん、賠償がね。だからもうそれなりたがらないとか、やっぱりいろいろね、うん、闇があるってことですよ。でもさ、獣医さんもいい加減らしくてさ、うん、リスを預けたらしくて 2,3 日あったね、で帰ってきて違うリスになって、突然変異でこうなっちゃったとか言われたらしくて、違う、どう見ても違うリス、ね、だから俺だってさ、うちの弟がウサギとね、鳥をね、獣医に連れてった時に、うん、小鳥だよ、うん、小桜インコにとんでもねえぶっとい注射をさせた、だから常識で考えて、こんな鉄パイプ腹にぶっ込まれたら同じだと、うちの弟さ、中学生だったらぶち切れちゃったことあったよ、うん、だから、はっきり言ってさ、ちょっとわかんないでね、医者がね、できたこと言ってダメだと、うん、本当だよね、うん、っていうかさ、責任感なさすぎだよね。そうだから、結局さ、普通のね、患者もそうで、バカでわかんない患者はダメなんだよ、しょうがない、死ぬしかない、うんね、結論的に考えると、ちゃんと自分でその病気を知ってね、調べて、なる前から調べておいて、うん、そして適応するってのが一番正しいでしょ。自分も勉強しないといけないの。だから最近俺はその医者に頼らなくなってからさ、病気しないし、病気を簡単に治したんだ、ね、うん、だから肺炎の時だってさ、鹿児島公園とかやった、いろんなことやった。だけどその時の先生ってのは、それはね、医者はね、こういうふうに言われたって進めらんないよ、うん、ただあなたがこういうんだったら、これとこれとこれ出しましょうって頑張ってやってきてくれる素晴らしい先生。そう、素晴らしいよ。だから交通事故に遭った時だって、交通事故やってなくても陣営行っちゃったんだよ、うん、いや、交通事故困れても困んだけど、だってここしか信頼できないんですよ、うん、井上病院連れてかれたらどうしますって言ったら大喜びしてたけど、うん、日赤とかとかね、うん、だから本当にね、医者は誤診をしても、その誤診を通すから、いや、これはこうだ、しかも偉そうなんだよね。そうそう、うん、だからまあ俺は何度もこの話をしてるんだけど、例えばさ、結核でもないのに結核に入れられちゃったりとかさ、あったね、病棟入れられちゃうんだよ、結核。うちは結核の病院だからとか入れたんでしょ。そうそう、俺結核の専門医だから、うちに行くからみんな結核決まってんじゃないかって。なん何この野郎って言ったけどさ、何この野郎お前、今の録音しに返したらいいのかな、サバなんて勝てねえぞって言ったね。だから隣にだって寝てるさ、林さんっておじいさんだからさ、心臓の「へえ!」とか言ってるおじいさん、うん、あれだって末期の肺炎だからね、あんなのと一緒になれたらこっちは肺炎だよ。そうだな、本当にね、だからね、日本の医者が信じられないとか、そういうところで、アメリカもダメだけど、うん、アメリカもダメ、日本もダメだ、タイが一番いいんじゃないかと思っちゃうぐらいな、病院のシステムと。だから問題は、どう医者の先生とどういうリレーションシップとって、医学の知識をたくさんつけてらいいね、自分も。そうね、医学の知識プラス、うん、あとは先生の人間性だよね、うん、それが一番だと思ったよ。でも俺の医学の知識なんかさ、ごまかせないし、騙せないから、こうこうこうですねってこう、うん、先に言っちゃうでしょ。うちの弟が、うちのおふくろだってさ、ついこの間さ、心筋梗塞で手術しなきゃ死ぬって言われたんだよ、うん、で、俺がアメリカの、俺がって言ってさ、全部その話をしてさ、チャット見せてあれやったら手術しないで済んじゃって、もう平気なんだよ、うん、こういうことってなんだかわかる、なんだか ね85歳になったら誰か、だかどこかしかおかしいんだよ、みんな、ね、63歳だそうなんだからね。まあこんな感じでね、ちょっとお医者さんのことについて全部辛辣に言いましたけど、はい、自分の病気はまず自分で知れ、なる前に病気を知れ、これかな、なる前に病気を知れ、はい、
ですよね。発生する前に。そう、あの本当にね、あのインフルエンザってなんだそうなの。要するに病気になる前、風邪になる前、あの寸前に症状が出てるから、その時来るなって時に対処するから大丈夫でしょ。そうね、病気ね。発症する前。発症する前です。はい。ということでね、いろいろ話しました。お医者さんごめんなさい、お友達のね。でも僕は真実を言っただけですから、ということで言いたい放題言いました。はい。はい、それではまた来週です。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。